皆さんこんにちは。今回は美容好きな方に朗報です。ゲストのお二人どうぞ。どうも、僕たち炭酸泡商品の研究員です。気合十分ですね。まだまだ語りきれていない泡の世界があるということで、今回は花王最新の炭酸泡商品について深掘りする、その名も炭酸泡トークをお届けしたいと思います。さあ、まずはお二人のご自慢の泡をぜひ見せてください。お、なんか包みの感じ兄弟感ありますね。おお、シュワシュワいってる。この音なんだか癖になる。こちらは音がしないんですね。優しくふわっとした印象。泡の雰囲気が違うのも気になります。ではここからそれぞれのここが推しトークをしていきたいと思います。まず花王の最新ヘアケア商品ですけれども、メルトクリーミーメルトフォーム、山崎さんぜひ推しポイント教えてください。はい、トロシア濃密泡の生炭酸シャンプーです。確かにシュワシュワ言ってましたね。生ってどういう意味なんですか？水と反応して炭酸が発生する、出来たてという意味を込めました。シューと音がするスプレー型のタイプのイメージが大きいですけれども、パウダータイプっていうのもあるんですね。はい、生炭酸シャンプーのメリットはたくさんあります。1、毛穴周りの汚れや皮脂まで浮き上がらせて落とす。2、次に使うトリートメントの馴染みを良くする。あ、嬉しいポイント。まだありますよ。3、メルトモイストシャンプーと混ぜて使うこともでき、きめ細かく豊かな泡立ちになる。こんな感じでメルトのモイストシャンプーを上にのせ混ぜて使うことをお勧めしています。そうするとほら、非常にきめ細かく豊かな泡でシャンプーすることができます。はあ、いろんなメリットがあるんですね。奥深い。お待たせしました。カネボウ化粧品の最新の洗顔料、水彩ビューティークリアピーリングパウダーウォッシュです。勝倉さん、推しポイントどうぞ。踊る炭酸泡です。え、踊ってるんですか？こちらが炭酸ありなしの泡の様子です。炭酸ありの方は踊るように泡が動いてるんですよ。ああ、本当だ、踊ってるみたい。山崎さんのメルトみたいに音はシュワシュワしないんですね。似たように見えても用途や使う部位などを考えて中身をしっかり作り分けています。僕の方は面倒くさいルーティンと思いがちなシャンプーをワクワクする行為に変える新提案をしたくて、あえてシュワシュワの音を聴覚的に楽しんでもらうために調整しました。耳で聞いて楽しむ。僕の方はお顔に使えることを大事に、もごもご出てくる泡を視覚的に楽しんでもらえるように設計しています。なるほど。では勝倉さん、メリットは？1、しつこい角栓、毛穴の黒ずみ汚れ、肌表面の古い角質によるざらつきを落とす。そして2、毎日使うたび明るく透明感のある滑らかな素肌に導く。おー、しっかりと汚れにアプローチして明るく透明感のある肌に導くと、すんごい嬉しいポイントじゃないですか。次に、ここが大変だったトークに移ります。勝倉さん、いかがですか？洗顔は泡で洗うことが大事という基本モットーで商品作りしているのですが、その泡が勝手に立って自己発泡したら面白いのよねっていう思いがありました。でもなかなか難しくて、大変な思いされてるんですね。山崎さんはどうですか？はい、僕はさっきも触れましたが、とにかくマンネリしがちなシャンプーに何か新しさをという思いで日々もがいてました。なるほど。そんな中で何かターニングポイントってあったんですか？社内の研究発表会で、水に入れると炭酸発泡する粉の洗浄剤の基礎研究についてプレゼンしてる人がいて、あ、これいけんじゃないかピンときたんですよ。僕も聞いててビビビッとひらめいたんです。え、何ですかそのエモいシチュエーション。今日どうしても一緒に出たくて、その人に来てもらいました。え、池田さん。はい、どうもどうも池田です。はい、ということで、いなければ商品化されなかった超重要キーマンということですけれども。恐縮です。僕はそもそも泡ではなく粉一筋16年なんですよ。食品や歯磨き粉など幅広い粉を見てきました。あ、そんな幅広い経験があったからこそ、水に入れると炭酸発泡する粉の洗浄剤の開発に成功されたんですね。商品化するまでにたくさんのやり取りがあったかと思うんですけれども、何が一番大変でしたか？粒のコントロールですね。安定性と手触りを両立するのが課題でした。粒が小さいと安定性が悪く、サラサラした粉にならないんです。粒を大きくするとサラサラしますが、水に溶かした時に手触りが悪いんです。これらを両立するために、粒の大きさと水への溶けやすさをコントロールしました。おお、こんなに細かい粉に実はそんな工夫と努力が込められているんですね。あとは工場で大量生産するときに、
ラボで設計した通りの粒を作るのがめちゃめちゃ大変でした。ここはチームや生産現場と強力なタッグを組んで、なんとか成功しましたね。水彩は着想から商品化まで4年かかりました。結構苦労しましたね。メルトは勝倉さんたちの土壌があったんで、顔では前例がないほどスピーディーに1年弱に商品化までこぎつけました。勝倉さん、池田さんたちに感謝です。あー、なんかいろんな苦労と努力の声を聞いていると、めちゃくちゃこの商品たちに愛着湧いてきちゃいました。それでは最後に作り手の皆さんから視聴者の皆様へ熱い一言をお願いします。山崎さん、お願いします。はい。シュワシュワの音を聞いて気分が高まったというお客様からの声をいただきました。シャンプーを作っていてそんなお声をもらったのは初めてで嬉しかったです。ぜひシャンプータイムを楽しんでほしいです。勝倉さん、泡が踊るという視覚的な楽しさと洗顔後の後肌感の良さを堪能してください。最後に池田さん、はい、発泡する炭酸泡をぜひ触ってみてほしいです。濃密な泡を感じ取っていただき、粒一つ一つに込めた製造者の思いを受け取っていただければ。池田さん、お米の生産者みたいでめちゃめちゃマニアックですけど、らしさ全開でいいと思います。はい、では皆さん、ぜひ試していただければと思います。本日は以上です。また会いましょう。バイバーイ。